この動画では小脳梗塞の画像診断についてお話ししていきます。これまで脳梗塞に関する動画は複数上げてきましたけれども、今回は小脳梗塞をピックアップして扱っていきます。この動画の目標としては、小脳梗塞の病態について知ること、そして脳梗塞の際には、画像上での血管の支配領域が非常に重要ですけれども、小脳梗塞と血管支配領域との関連について知ること、そして臨床症状についてですね。小脳梗塞の臨床症状は非常に複雑ですけれども、その中でも特に抑えるべきポイント、重要なポイントをピックアップして扱っていきたいと思います。キーワードはこれらについてお話ししていきます。それでは始めさせていただきます。まず、小脳の動脈と血管支配領域について見ていきたいと思います。小脳の動脈に関しては、こちらの動画で非常に詳しく説明していますので、今回は確認程度にしておきたいと思います。小脳を栄養する血管は、上下小脳動脈 SCA、前下小脳動脈 AICA、後下小脳動脈 PICA の3つがあります。上下小脳動脈 SCA に関しては、脳底動脈の遠位部分からスタートし、中脳と胸の間、を走ります。その部分の前側と外側、そして中脳と小脳の間の上小脳脚付近、そして小脳の上側を栄養します。血管支配領域としては中脳レベルと上小脳脚レベルのこの緑色の部分が血管支配領域となります。前下小脳動脈 AICA に関しては脳底動脈の筋位部分からスタートし、胸の前側と外側、そして変容の部分、小脳のこの前側の部分を栄養します。血管支配領域でいうと、中小脳脚レベルのこの青色の部分に対応しますけれども、中小脳脚とこの前側にある変容の部分を栄養しているというのが重要なポイントとなります。後下小脳動脈 PICA に関しては、椎骨動脈から分岐し、円髄の部分を栄養しますけれども、円髄の前側、外側、そして小脳扁桃、第4脳室の付近、小脳の下側を栄養します。この紫色の部分が血管支配領域に対応しますけれども、小脳チューブの下側と小脳の下の下側、小脳半球の下側を栄養します。また、円髄の外側部分もこのように栄養しており、この円髄外側を栄養しているというのは、小脳梗塞で非常に重要なポイントとなります。それでは、血管の支配領域について確認したところで、症例について見ていきたいと思います。まずは、上小脳動脈 SCA 領域の脳梗塞の症例です。81歳男性で、ろれつ困難と指鼻指試験が陽性の症例の患者さんとなります。指鼻指試験というのは、相手の指、自分の鼻と交互に動かしていき、正常に指を動かすことができるのかということを確かめる試験となります。このろれつ困難というのが今回の症例の一つのキーワードとなります。中脳レベルと上小脳脚レベル、つまり小脳の上側の断面で、この部分に脳梗塞が見受けられます。スライスの角度によって若干見え方は変わりますけれども、おおむね血管の支配領域と一致していることがわかります。こちらが上小脳動脈領域の梗塞の症例となります。上小脳動脈領域梗塞についてですが、中脳レベルや上小脳脚レベルの上の断面での中脳の外側や小脳の上面の梗塞があった際には、この血管が支配領域となります。SCA 症候群といって、上小脳動脈領域梗塞が起きた際の症状についてですけれども、秒速では不随運動、小脳窒張、ホルネル症候など、体側では温通覚障害などが出るとされていますけれども、少し抽象的ですので、今回は抑えるべきポイントをしっかり押さえたいと思います。まず、上小脳動脈領域梗塞では、高温障害やろれつ困難などが多いとされています。ある報告では、失調性の高温障害は、上小脳動脈領域梗塞の約 75% に見られたと、非常に高頻度に出ることがわかります。こちらは小脳のホムンクルス、つまり対 V 極材を示した図ですけれども、例えばこの部分が侵されると手が侵される、この部分が侵されると顔面が侵されるなどを表した図となりますけれども、この口や顔の部分というのは上小脳動脈領域となりますので、この部分が障害されることによって失調性の高温障害が出ると考えられます。また、後に説明しますが、AICAやPICAなどの他の血管に関しては眼振や回転性めまいが多いですが、それに対して上小脳動脈領域梗塞では、眼振や回転性めまいが少ないとされています。こちらは変容小節様、つまり小脳の下側の部位に関連する症状ですので、小脳の上側が侵される上小脳動脈領域では、これらの症状は少ないというのも一つのポイントとなります。また、AICAやPICAなどの他の血管は、皮質部分だけではなく脳幹部分を含めた広い拘束となることが多いですが、上小脳動脈領域拘束に関しては皮質部分に限局した拘束が多く、脳幹病変を合併することが少ないというのも一つの特徴となります。続いて前下小脳動脈 AICA の領域の脳梗塞の症例について見ていきたいと思います。70歳男性で難聴と右上下肢脱力の症状が出た患者さんの症例ですが、この難聴というのが特にキーワードとなります。中小脳脚レベルの拡散強調画像で、左の小脳のこの前側の部分に脳梗塞があります。血管の支配領域と一致しており、中小脳脚を含んで小脳の前側の部分、そして変容を含む脳梗塞を見た場合には前下小脳動脈領域の脳梗塞になります。前下小脳動脈領域拘束についてですが、中小脳脚や同断面での小脳の前側の部分、強の外側や変容の部分に脳梗塞を見た際には、その部分の支配領域である前下小脳動脈 AICA の領域の拘束となります。こちらに前下小脳動脈拘束関連の症状をまとめましたけれども、特に重要なのが眼振を伴うめまいが出ること、さらに難聴や耳鳴りが発生することが重要となります。こちらは前下小脳動脈があり、そこから迷路動脈が走っているという図になりますけれども、この迷路動脈は下牛や前庭、下牛神経や前庭神経の付近を走っているため、これらの症状が出るというのが抑えるべきポイントとなります。下牛や前庭は虚血に非常に脆弱で、前下小脳動脈領域の拘束は脳血管障害で唯一難聴を呈します。またAICAの部分は前庭小脳といわれる変容を支配するため、眼振を伴うめまいが発生するということが重要です。また、この傾向は、後下小脳動脈領域の拘束も同様ですけれども、脳幹病変を合併するような大きな拘束となることが多いというのも重要なポイントとなります。続いて、後下小脳動脈、PICA 領域の拘束の症例について見ていきたいと思います。91歳女性で血圧上昇と回転性めまいを呈した患者さんの症例です。この回転性めまいが一つのキーワードとなります。延髄レベルで小脳扁桃と小脳半球の後ろ内側部に拘束があります。中小脳脚レベルでは小脳半球は同様ですけれども、小脳中部については第4脳室に向かって前に突出するこの小節の部分に拘束があります。この小節の部分は平衡感覚と非常に密接な関連があり、この部分が障害されることによって回転性めまいという症状と非常にリンクしているものと考えられます。血管の支配領域とおおむね一致していることがわかります。こちらが後下小脳動脈領域の拘束の症例です。延髄の外側、小脳半球と小脳チューブの下側、小脳扁桃に脳梗塞があった際には、後下小脳動脈が支配領域となります。臨床的な特徴としては、眼振と回転性めまいが多いとされ、前下小脳動脈の場合には前庭小脳である変容が支配していましたけれども、後下小脳動脈の場合は前庭小脳である小節葉が支配するため、この症状が出るとされています。また、脳幹病変を合併することが多いというのはAICAと同様の傾向です。臨床症状については、歩けない患者さんでおしん嘔吐があり、眼振を伴うめまいがあった際には後下小脳動脈領域の拘束を積極的に疑って良いと思います。また、後下小脳動脈に関しては延髄の外側を支配しており、この部分が紹介される延髄外側症候群、ワレンベルグ症候群になるというのも特徴的です。ワレンベルグ症候群については非常に複雑ですので、今回簡単にまとめますけれども、延髄の外側には様々な核や神経路があり、その部分が障害されるようなことによってこのような症状が出てくる症候群です。特に重要なのが前庭神経核が障害されることによって眼振、めまい、嘔吐が発生したり、気核が障害されることによって左性や嚥下障害が起こるというのは特に特徴的だと思います。続いて小脳梗塞の治療方針に関してですが、 CT をしっかりと観察し、水頭症や脳幹部の圧迫がないかを見ていきます。 CT 上水頭症も脳幹部圧迫もなく、意識が鮮明な場合は基本的な保存的療法が進められています。こちらの症例はPICA領域に拘束があり、この拘束によって第4脳室を圧迫、側脳室下核が急激に曲がり水頭症になっているという症例ですけれども、こちらの症例のように水頭症があり、それによる混迷を示す場合には脳室ドレナージが進められています。また、脳幹部が圧迫され、それによる昏睡を示す場合には減圧解凍術が進められているというのが基本的な治療方針となります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は小脳梗塞をピックアップして扱いました。小脳を栄養する血管としては、上小脳動脈 SCA、前下小脳動脈 AICA、後下小脳動脈 PICA がありますが、それぞれの支配領域をしっかりと意識し、脳梗塞があった際にどの血管がやられているのかを把握することが大切です。臨床用の特徴としては、押さえるべきポイントだけを扱いましたが、上小脳動脈としてはホムンクルスとの位置関係から、失調性の高温障害が特徴的でした。また、皮質病変が多く、脳幹病変との合併が少ないという特徴がありました。前下小脳動脈の梗塞に関しては、内耳を栄養する血管があるため、難聴と耳鳴りが起こるというのが最大の特徴でした。また、変容が支配領域となっているため、眼神を伴うめまいが起きたり、脳幹病変との合併が多いというのが特徴的でした。後下小脳動脈領域梗塞に関しては、小節の部分を栄養するため起こる眼神を伴うめまい、また体幹失調が多かったり、延髄の外側が障害されることによって起こるワレンベルグ症候群がありました。その中でも嚥下障害や左性というのが特に特徴的でした。また、前下小脳動脈と同様に脳幹病変との合併が多い特徴があります。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの負担の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。